日焼け止め。これ海外対応なんですよね。絶対にパジャマは必須。これはめちゃくちゃ使えるし絶対に必要ですね。皆さんこんにちは、左近すずのです。はい、今日の夕方からなんとバリへ行きます。イエーイ、めっちゃ楽しみなんですけど、で今は、朝からね美容室に行ってきまして、お昼12時ぐらいなんですけども、パッキング動画をせっかくなので出発前に撮ろうと思います。昨日の夜に一応パッキングは終わらせて、大体なので最終確認をしながら動画を撮っていこうと思います。ちなみになんですけど、今回バリは3泊5日で行くのでそんなに長くなくて、なんか今からちょっともう寂しい感じなんですけど、あ、もう1泊ぐらい長くしとけばよかったっていう感じなんですけど、3泊5日なのに相変わらず荷物はすごい多いので、そちらをご紹介していきます。キャリーのサイズはハワイの時と一緒なんですけど、こっちがハワイに行く時に買ったやつ、ヨドバシカメラで買いました。ちなみに大阪ので、116リットルかな、だから一番最大のサイズでした、こっちが。でこっちに置いてる白いキャリーはハワイに行った時に買い物でたくさん荷物を買ったから入らなくて追加で買ったキャリーです。今回も3泊5日やからこの1つのキャリーに収まるわと思ってたんですけど、まあ、安定に入らなくって2つ持っていきたいと思います。ちなみにこっちも多分同じぐらい116リットルぐらいで、その場で売ってたやつの最大に大きいやつなのに1つにまとまらないという荷物の多さでございます。はい、ではご紹介していきます。今回もそのバリで南国に行くので、機内の持ち込みのバッグはこちらのセリーヌのカゴバッグで行こうと思います。でこの中身は、まあ、いつもとあんま変わんないけど、パスポート、お母さんが買ってくれたパスポートケースに入れてます。なんかお守りみたいな感じ、これは旅の守りみたいな感じで入れてます。カードケース、お財布というよりカードケース、これだけでいいかなって感じです。バリはさすがに換金しないといけないのかなと思ってるので、現金もある程度持っていきます。ハワイの時は一切換金してなくて、韓国も一切換金してないです。もう全部カードで行きました。充電器、これはいつも持ち歩いてるポータブルの充電器。で、まあ、ハンカチ、ティッシュと、これはウェッティですね。ティッシュとウェッティは一応持ち歩いてます。で、ミンティアと一応ね、これは化粧ポーチ。朝の7時に着いてまずホテルに荷物を置きに行って、そこから準備するからキャリーでもいいかもしれない。できるだけここの荷物は減らしたいので少なめで行きたいですよね。あとエアポッツ、あとこれはリップとかいつも入れてるケースで、あ、これちなみにあれです、マルジェラのなんか付録で付いてきて可愛い、ちょっとパープルなんです、可愛いと思ってこれを使ってます。誕生日プレゼントを買った時にこれがついてきました。でこの中に一応ね、ちょっとこれ全然何かわかんないんですけど、酔い止めなんですよ。これ酔い止めを入れてます。私こんだけ旅行好きでたくさん飛行機に乗ってるんですけど、実は飛行機酔ってしまうことが多くて、貧血みたいな感じになったりとか、なんかあんまり飛行機が得意じゃないんですよ。実は気分が悪くなったりすることも多いので、気持ち的に酔い止めを飲んでいくようにしてます。で、あとユニクロのエアリズムのキャミを一応入れてて、今日機内コーデで着ていくのがスウェットなんですけど、スウェットの上がクロップド丈、ザラのクロップド丈のやつだから、お腹が冷えてしまうかもしれないと思って一応これも持っていきます。中に着れるように。あとは帽子、キャップはこの後シャワー浴びていくので、すっぴんでいくのでキャップは持っていきます。こちらエルメスですって感じかな。別になんてことない感じなんですけど、こちらが機内持ち込み用のバッグです。次はこっちのメインのキャリーからご紹介していきます。変わらずね、このホテルライクインテリアのポーチ、これを使っておりますので、キャリーがすごい綺麗に整理整頓されます。これ本当におすすめです。これは4段階サイズがあって、4つポーチがあるんですけど、一番大きいサイズのこのポーチの中には下着類だったり、あとはまあこうタオル系、ハンカチ系だったり、下着系やからあんま見せれないけど、インナー系、あとはまあ絶対に海外旅行行くときは必須な
ヌーブラ、もうヌーブラは絶対に必須よね。私ハワイの時もほとんど毎日ヌーブラだった気がします。なので一応2つ持っていきます。これはちなみに新調しました N ブラックスっていう前も使ってたやつなんですけど、やっぱヌーブラって直接ペタって貼るものだから、あの洗剤で洗ったら、まあ、別に繰り返し使えばするんですけど、ちょっと衛生的にある程度使ったら買い替えた方がいいかなと思うので、私はまあずっと使わずに、まあ、ある程度使ったら買い替えるようにしてて、であのヌーブラも結構外のやつは使ってたので新しいのを買いました。でなんか私的にヌーブラは普段つけてるやつよりちょっとちっちゃめの方がいい気がする。大きかったらはみ出るんですよね、お洋服から。なのでちょっとちっちゃめ買う方がいいかなと思って前のやつよりちっちゃいやつを買いました。前のやつがちょっとなんか大きくてはみ出ちゃうのがすごい嫌だったので感じ、どっちも Amazon で購入しました。これは本当に必須。普通のブラも入れて持って行ってるんですけど、結局使うのが本当にスマートに見えるからヌーブラが多かったりしますね。次がこれがちょっと開いちゃってたんですけど、この中くらい上から2番目の大きさ、こちらは中にあのスキンケア系を入れてるんですけど、ちょっとパンパンになってます。ヘアオイルとかはやっぱ漏れやすいからこのジップロックに入れてます。ヘアオイルとか、あとシャンプー系、これはエクストリートメントっていうシャンプーで、これはモイのヘアオイルです。これは入れてます。前とそんなに変わってないんですけど、新しいもので言ったらこのこれも一応ジップロックに入れてるんですけど、エストの、あの美容液と化粧水とかも持っていきます。あとはパックは必須。いろんな種類のパックを持っていて、その時の肌の調子とかで使い分けるって感じですね。いつも使ってるルームもあるし、前ご紹介したことあるバイユアもあるしっていう。これはユンスで、これはポーラのホワイトニングのやつって感じで、いろいろ持っていきますね。あとアネッサ日焼け止め、これは洗顔クレドポー、この洗顔は旅行とかサウナ用で使ってます。あとこれも絶対旅行の時持っている呼吸オイル、旅行でも絶対に使います。本当にいろいろいっぱい入ってます、必需品。スキンケアはね大切なのでたくさん入れております。であとこれも箱で持っていく、ユース、これも持っていきます。紫外線に浴びるので、まあ、ビタミン C の美容液は絶対に必要やなと思ってユースも持っていきます。次がその次のサイズのポーチ、このポーチの中身はこんな感じで、ヘアクリップ3コインズですね、ヘアクリップとかピンとかヘアゴム系で、こっちはアクセサリーですね。アクセサリーはこのティファニーのポーチと、これは Amazon で買ったやつに分けて入れてます。なんかお洋服たくさん持っていくので、お洋服に合わせて買えるので、できるだけたくさん持っていってます。こんな感じでアクセサリーは入れてます。こっちはフープ系を入れてます。で一番ちっちゃいミニサイズのポーチはコンタクトを入れてます。コンタクトは多めに、あの普通に目が悪いのでこの透明のコンタクトをつけてるんですけど、これは多めに持っていってるのと、あと綿棒持っていってる、綿棒を結構入れてます。彼にもあげるように多めに入れてます。はい、ポーチの中はこんな感じかな。次このイソップのポーチの中には化粧品、このパウダー系とか、さっきのプラダの化粧ポーチの中に入れれない化粧品を入れてます。クリオのアイシャドウとかそっち系を入れております。あとはブラシとかも入れてます。でコテ、ヘアケアの動画でも紹介してるこのクレイツの、これ海外対応なんですよね、クレイツのコテも持っていきます。これ暑くなるから、あのいつもタオルを巻いてるんですけど、そのタオルがめちゃくちゃダサくて、じゃあいつもこれを巻いてるんですけど、ウサビッチです。ウサビッチって知ってますか皆さん。ずっとこれを巻いてるんですけど、なんかそろそろちゃんとこう耐熱のやつ買おうかなと思ってます。わかりやすいんですよね、これキャリーに入ってたらめっちゃ目立つから、ここにコテが入ってるんやってのがわかりやすいので、これに巻いて持って行ってます。そしてこのポーチの中は充電器系を入れてます。充電器とか、あとはちょっと三脚をちっちゃくしたやつを入れてます。忘れちゃいけないのが海外旅行でパジャマ、
これ本当に忘れがちで、パジャマとか部屋着を日本にやったら絶対あるじゃないですか。日本の旅館ホテルは絶対にパジャマがあるんですけど、海外はないところも結構あって、前ハワイ行った時はどこもなかったかな、泊まったところないところが結構多いので、絶対にパジャマは必須。あとはお部屋でゆっくりする時もあるから、その時に着れるような部屋着も私は絶対持っていくようにしています。どこで買ったか忘れちゃった、めっちゃ昔なんですけど、本当にシンプルな長袖のスウェットじゃない、ロンティー系とショートパンツセット、これセットになってて、これとあと私寝る時にショートパンツだと足が冷えちゃうからなんか寝れなくて、なので一応このロングのサテンのやつも持っていきます。あとなんかお風呂上がりとかにスキンケアするときに、デコルテとかもちゃんとスキンケアをしたいから、こういうさっきの首詰まったこれを着るとスキンケアができなくなるので、私はその時のためにこんな感じのカップ付きのやつを持って行ったりします。これはロジアコジハルさんのブランドのカップ付きのキャミですね。これも持っていきます。これを部屋着として持っていきます。これも絶対に必須、パジャマは。で、次がこちら水着です。南国に行くのでプール、海は入らないかな、多分プールに行くので水着を持っていきます。で、今回この珍しいカラフルなカラーにしてみました。こんな色あんま着ないんで、だいたい水着も着るのも白と黒とって感じなんですけど、いつも同じだと飽きちゃうし写真映えするかなと思って、ちょっとターコイズカラー見ました。これシーンですで買ってみたのと、でこれもシーンで買ったんですけど、ピンクめっちゃ派手の買ってみました。今回シーンであのお洋服とかも買ったんですけど、ハズレが多くて、水着だけはこれ当たりだったんですけど、お洋服がハズレ多くて、本当はあの購入したやつ、シーンの購入品紹介もしようって計画してたんですけど、思いのほか あまり思ってたのと違うかったので、今回は紹介できなかったです。そしてこの水着シードレスも、これはベーシックなやつとして1着持って行っておきます。まあ、シーンによって使い分ける感じなので、水着も何着かいつも持って行ってます。同じ水着を着ても楽しくないから、その時その時によって着替えます。で、その次がこれも旅行必須アイテム、サングラスですね。シャネルのサングラスです。これはこの前のハワイで購入したサングラスになります。これは絶対必須ですね、紫外線よけもあるし。次が、お洋服のコーナーになるんですけど、お洋服がとてもとても多いんです。とりあえず私はいつも本当にいっぱい持って行って、でそこの時の気分とかその場所の雰囲気を見てこれ着ていこうっていう感じで決めてます。で、結局前のハワイ行った時とかも割とほぼ全部着たんですよ。なので多めに持って行った方が私はいいと思ってるので、多めに持っていくからキャリーに入らないんですけど、一つに、だから本当にその時の気分がわからないし、自分でもその時の場所にどれが合うかとかもわからないので、とにかく多めにも多めに持っていきます。パパパッといきますね。まずはこれはリツヤハワイで買ったやつ、この間で、このベージュの色は着てなかったので、これを持っていきたいと思います。これはセットアップのバースデーマッシュで買いました。これトップスで、これボトムスのセットアップなんですよ。下がストラップになってるっていう珍しいんですけど、このセットアップもちょっと買ってみました。はい、で次がこれはよく履いてるんですけど、ミュウミュウのデニムスカート、これはさっきの下着コーナーのところの中にキャミとかも入れてるので、まあ、キャミ合わせで着たら可愛いかなと思って、で一応持っていきます、こちらも。はい、で次こちらはシルムリのワンピース、ニットワンピースです。これは横の脇がちょっと空いてるデザインになってて、バイカラーになってて、ここはキャミはすごい細いデザインになってます。これはカップ入れるところがあって、でカップ付きじゃないんですけど、カップを入れれるところがあるので、ここに間が空いてるので、持ってるカップをここに入れました。こういうカップ付きのワンピース、楽ちんワンピースは旅行の時に本当にいいですよね。
めっちゃ使えます。あとシールームリンのドレスが別にもあって、これはスパゲッティキャミのワンピースアイボリーです。これもカップ付きなので楽ちん。こちらも買いました。で、あともう一つ、これもシールームリンのワンピースです。これはジャガードワンピ、これ着たらめちゃくちゃ可愛いんですよ。もうその南国で合いそう、フレアになってるんですけど風になびく感じでめっちゃ可愛いんです。これもキャミは細めで柄がちょっとジャガードっぽくなってるデザインになります。結局旅行に行ったら南国にほとんど毎日ワンピースになりますね。ワンピースが一番映えるし可愛いから、日本ではそんなに着ないようなワンピースを南国では着ることが多いです。次はザラです。これはザラ購入品紹介でもご紹介してるやつなんですけど、なのでまあサクッといきますね。これはドットのサテンのワンピースです。私ドットも好きみたいで、さっきもね、あのバースデーバッシュのスカラップのやつもドットだったんですけど、なんか柄物ってあんまり着ないけどドットぐらいやったらこう取り入れやすいなと思ってドットは好きですね。で、こちらもザラのサテンのワンピースです。着用してるのはザラ購入品紹介の動画に載せてるので、ぜひそちらをチェックしてください。あ、でちなみにこのキャリーに入れるときは前も言ったんですけど、全部届いてからスチーム当ててかけて保存してたので、持っていくときにくしゃくしゃになってしまったら労力がなくなってしまうので、もうできるだけシワにならないように頑張って持っていってます。はい、これはちょっと分厚めのザラのA ラインのワンピースです。こんな感じでもう一回で、そう、お洋服がそのシワにあんまりなりたくないっていうのもあって、このお洋服の上からカバンとか物を入れたくないんですよ。なのでキャリー1個じゃ入りきらないっていうのもあります。あのお洋服のために片方はあの贅沢に使いたいっていう感じですね。はい、でこれはグリーンのホルターネックのしぼしぼ系のワンピースです。これはシワになりにくいからいいね。やっぱりシワになりにくいお洋服がいいなと思いながらも、やっぱサテン系のお洋服も着たいし、まあ、それは気にせず持ってはいくんですけども。はい、次デニム生地のフリンジのワンピースです。え、これ今何個洋服入れたんやろ。大量ですよね。多分ホテルにもアイロンもあるんですけど、海外のアイロンなんかちょっと強いから当てて溶けたりしたり怖いから、できるだけまあこっちで当てていってシワにならないように持っていくようにはしてます。これはもう毎回旅行には必須アイテム。これも羽織れるシャツ。これはもうね、シーンの購入品紹介でも昔ご紹介したんですけど、これはシーンなんですけど、とにかくこれ使える。日本でも真夏冷房よけ、電車の中とか寒かったりするじゃないですか。なのでこの冷房よけとして持って行ったりしてました。これはめちゃくちゃ使えるし絶対に必要ですね。中は寒かったりするので空調が効いてて、まあ、バリは行ったことないんでどんな感じの気温かとかちょっとまだあんまり分かってないんですけど、まあ、ハワイみたいな感じかなと思ってこれは椅子で持っていきます。あと、まあ、一応パーカーも持っていっておきます。こちらはプラダのパーカー、まあ、何かしら使えるかなと思ってこれも持っていっておきます。これ羽織系は何着か持っていっておいた方がいいですよね。なんか前もホテルとか寒くてキャミとかやったら長袖ないと寒いっていう時とかもあったので、なんか部屋着とかそういうパーカーとか羽織れる系は長袖のやつも持っていといた方が賢明かなと思います。1個目のキャリーは終わり、こっちのキャリーは終わりです。なんかお洋服がちょっとゆとり持って揺れるかなって感じなぐらいです。こっちのキャリーは入らなかったものを入れてるのでもうスカスカで半分は空いてるんですけど、バリはそんなにお買い物をするところでもないからお買い物する予定は全くないんですけど、まあ、ちょっと入らなかったものを入れるためにこっちのキャリーを持っていきます。はい、こっちに入れてるのはカバンと靴ですね。とにかくカバンと靴が全く入る余地がなかったんですよ、こっちに。なのでミュウミュウのカゴバッグを持っていきます。これもね
大好きなカゴバッグ、これも持っていきます。で、あともう一つバッグは一応シャネルのマトラッセも持っていっとこうかな。シーンによって使うかもしれないので一応きれいめなバッグも一つ持っていっておきます。でも今回バッグこんだけだけ、あの手荷物のセリーヌとミューミューとマトラッセだけやからそんなに多くはない気がします。いつもよりかは、いつももっとバッグとか持っていくかもしれない。結局カゴバッグが一番使えますね、南国は。しかもめっちゃ入るから荷物が、なんだかんだ海外旅行行ってストーリーに出るとき荷物いっぱいいろいろ持っていきたくなるので大きいカバンが使いやすいなとは思います。靴も今回は前に比べたら少ないと思います。機内はスニーカーで行こうと思ってて、でスニーカーはだからそれであるのでサンダル系を入れてます。こちらエルメス、こっちはブラックです。と安定に使いやすいですよね、このエルメスのサンダルは。毎回めっちゃ使う、楽やし疲れない。でホワイト、ブラックとホワイトの2色今回持っていこうと思います。お洋服の色味的に、まあ、ブラウンはなくてもいいかなと思うのでもうこの2色だけでいこうと思います。これとあとザローの袋なんですけど、このザローの華奢なストラップのサンダルも一応持っていっておきます。このエルメスのサンダル何の洋服にでも合うのは合うんですけど、ちょっとカジュアルな雰囲気になるのでバーとか綺麗めなシーンに行くときはこういう華奢な方が合うので、雰囲気がなので、こういう華奢なサンダルはシーンに合わせて持っていくことがおすすめです。で今回は一応持って行っておきます。最後トートバッグ、トートバッグはまあちょっとプールサイドに行ったりとかビーチへ行ったりとかそういう時とかに荷物を入れたりして使えるので、一応あの旅行には持っていくようにしてます。これはあのミューミューのショッパーですね。めっちゃ可愛くて、ピラティス行く時とかサウナ行く時とかそういう荷物が多い時はこれを使ってて大切に使ってます、こちら。てな感じで今回の荷物は以上になります。あのハワイのパッキングの時とそんなに変わってないかもしれないんですけど、水着だったりお洋服だったりもちょっと違うので、今回せっかくなのでパッキング動画を撮影しました。お洋服何を着るかはお楽しみということで、はい、今日の、夕方6時前ぐらいのフライトなので、もう今からお風呂に入って、髪の毛はね朝から美容室に行ってきたから髪の毛を洗わなくていいという、これ最高やと思って今日の朝にね美容室予約しました。なので顔と体だけ洗ってあの準備して、行こうかなと思います。キャリーがこんなに1個あるともう電車に乗るのが大変すぎなので、関空まではいつも車で迎えに来てくれます、彼が今回も。はい、というような感じで、ハバリ楽しんでいきたいと思います。またバリも Vlog 撮るのでそちらも楽しみにしててください。はい、では今回も見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。